すまない。つかぬことを聞くが、妖魔を見たことはあるか？ああ、申し訳ない。ここの人じゃなければ戸惑うかもしれないな。僕は趙雲、リーユへの奉仕だ。妖魔とは、僕ら奉仕一門が邪推に対して使う総称だ。妖魔は古き時代から存在し、リーユへの至るところに潜んでは気を伺っている。僕の仕事は、そういった輩を払ったり退治したりし、横島なものから民を守ることなんだ。おお、御法夜叉のことを知っているとはな。僕は彼をとても尊敬しているんだ。長年にわたり御法夜叉と奉仕は表と裏で共にリーユエを守ってきた。ああ、すまない。少し話が逸れてしまったな。お前のその反応だと、やはり妖魔のことはしっくり来ないか。いや、気にするな。では最近、周りで変なことは起きなかったか？些細なことでも構わない。妖魔を追う手がかりになるかもしれない。そうか。いや、大丈夫だ。よくあることだから。ならば。今ある手がかりにかけるしかないか。今はどの手がかりも妖魔との関係性が不確かで、重要な情報がどれかはわからないが、もしお前も気になるのであれば、その中からいくつか目に留まったものを教えよう。近日開催、無謀の丘で肝試し大会、仲のいい方と共にその度胸をお試しあれ。最近夜になると窓の外から足音や叫び声が聞こえてくるんです。子供が怖がって眠れずにいます。桐原に巨大な黒い影が出現、飛行に回転、さらには火を吹き、怪しいイオンまで。これらが今僕の気になっている手がかりだ。遺跡ハンター？確かに描写は一致しているが、もしそうならなぜ誰も見分けられなかったんだ？それとも僕の解読が間違っているとでも？つまりお前は、これら手がかりは妖魔とどれも関係ないというのか？ああ、すまない。少しだけ落ち着く時間をくれ。心配ない。僕は幼い頃からこんな体質なんだ。いや、ただつい感情的になってしまい、そのせいでよく調子を崩してしまうんだ。このように熱しやすい体質のことを世間では純陽の体という。ああ、この体質を持つ者は千年に一人と言われていてな。奉仕にとってはとても強力な武器で、この体質だけで妖魔を追い払うことだってできるんだ。その代わり常に感情の起伏に注意しなければならない。でないとつい過剰な振る舞いをしてしまう。さっきの手がかりは
数ある情報の中から選別したものなのに、そのどれもが妖魔と関係ないなんて。ダメだ、気分が、胸が熱くなってきた。息苦しい。大丈夫だ、念のためアイスを用意している。ふう、生き返った。かなり効果があるんだ。出かけるときはいつもアイスを常備している。心配してくれてありがとう。僕はもう平気だけど、手がかりが全て無駄になってしまった。さて、どうしたものか。あ、僕も視線を感じていた。お前も気づいたということは、やはり僕らを見ていたんだな。見るだけで何もしてこないのは、何か話したいことがあるからだろうか。可能性はあるが、ひとまず話を聞いてみよう。